そっちは異常ないか。ああ、次は広場の方だ。よし行くぞ。俺たちも行くぞ。聞いたかい、占い師のサラがこの町の中で魔物に襲われたんだって。ほら、前から伝説の勇者がどうのって言ってただろ。でさ、この前クラーゼンとこで助けられたアドルとかいう子供に、あんたこそそうだとか言ったんだって。それで魔物から睨まれたんじゃないのかい。やだよ、何にしてもとうとう町の中に魔物が入ってきたことに違いはないんだもんね。もう私は怖くて怖くて。もうすぐ日が沈む。みんな今日の仕事は切り上げて家に引き上げてくれ。それから夜は出歩かないように窓もしっかりと鍵をかけて用心してくれ。まったく、もうすぐ収穫祭だってのに、この国は一体どうなっちまったんだい。サラ、もう暗くなる。そろそろ店を閉めて休んだ方がいいんじゃないか。まだ傷だって癒えたわけじゃないんだろう。ええ、でもあと少しだけ続けさせてください。今年の収穫を占ってほしいという人が結構いるんですもの。まったく町の連中と来たら、こんな時に収穫祭もないだろうに。まあ、サラ、なんだ、レアもまだいたのか。お願いです、もうお休みになってください。ただでさえ占いは気力を使いすぎます。レア、今日はもう教会に戻った方がいいぞ。ありがとうレア。でも大丈夫、私のことなら心配ないわ。嘘です、本当は怖さに負けそうなのを必死に抑えています。私わかるんです、だからすいません。大丈夫さ、俺たちが命に代えても守ってみせるよ。景色を見ていると、この国に恐ろしい魔物が救っているなんて想像もつかないよ。私何も思い出せないんです。自分の名前以外は何も思い出せない。
気がついたら洞窟の中にいて魔物に捕まり、それからあとはずっと独房の中。あの時も突然神殿の大広間に連れて行かれて鎖につながれ。フィーナ、二度とあそこから出られないんじゃないかってもう諦めてたわ。大丈夫、記憶もそのうち戻るさ。なんだか記憶戻らない方がいいような気がするの。フィーナ、あの雲、あれはひどい雨を降らせる雨雲なんだ。あの流れだとミニアの町の方は大雨だな。雲の読み方は港の漁師に教えてもらったんだ。一流の漁師はもっとすごいんだ。雲を見なくても風の匂いで天気がわかるんだって。さっきの魚の取り方もその人に教わったんだけどね。世界は本当に広いんだ。いろんな国があっていろんな人が生きてる。僕なんか知らないことばっかりさ。だから僕はこの広い世界を少しでも多く見てみたいんだ。早いとこ交代頼むぜ。まいったな、滝の中にでもいるみたいだ。旅の者でございます。ご開門願いたい。少し待て。この雨の中たった二人とは怪しいな。大したもんだ。こりゃ確かに本物のイースの書だ。はあ、何が書いてあるんですか。古代イースの文字で書かれておるからな。もうこの土地にも読めるものはそうおらんじゃろ。このイースの書は6冊の中ではハダルの書と言われる部分でな、クレリアという金属を生み出しイースを繁栄したと書いてある。クレリア。ああ、サルモンの神殿はその繁栄ぶりを示しているとも書いてある。クレリア、なんだろう。金属、金や銀のことかしら。銀、エステリアの銀はここから産出される。そう、また銀です。魔物と銀には何か密接な関係があるに違いないのです。銀。離れてからもう何日が過ぎただろう。私はただ言い伝えのままに彼を旅立たせた。神官の子孫として生まれた私にとってそれは約束された行動に他ならなかった。しかし今になってそのことが重く心にのしかかる。彼はそのために魔物の手に落ちて死ぬかもしれないのだ。こっちは異常なしだ。見回りも楽じゃねえな。死ぬ、殺される。私も死ぬのだろうか、殺されるのだろうか。ゴーバン、疲れてるな。あまり無理はしない方がいい。ゴーバン、元気か。こんなところに何の用です。あなたにはアドルを陰から助けていかねばならない大切な役目があるはずです。やつのことなら心配ない。今頃はおふくろの家で休んでいるはずだ。ジェバの家で。あの小僧本物かもしれんな。無事に神殿からイースの書を持ち帰ったぞ。アドル、よかった。すまないサラ。
神官の使命などかなぐり捨ててでも俺が守ってやりたいんだが。私のことなら大丈夫。私だって神官の使命を受け継ぐ者、心の準備は誰よりもできているわ。サラ。サラ。サラ。そうだ、サラは狙われていたんだ。よくお聞き。人には運命があり使命があるもんだ。あの子は私同様伝説の勇者を導くのが使命だった。ジェバ、フィーナお願いします。僕は今からミネアに行きます。お待ち。アドル。アドル。優しい子だね。でも運命はもう出ているのさ。死に急ぐことはなかろう。どうかな、ミネアの自衛団はヤワじゃないぜ。そうかね。魔法使いか。手投げよの。心配するな、力は弱めてある。一発で死なれては面白みがないからな。どうだ、このミネアの中では誰一人といえども傷つけさせはしない。自衛団とやらはこれで全員か。何？まったくバカ者どもよ。いかん、奴は大鳥だ。これはこれは、お待ちいただいていたようですな。ダレスと申します。あなたがお持ちのイースの書をいただきに参りました。無駄なことです。あなた方がどう動こうとも、アドル・クリスティンがいる限り、彼と志を同じにする人々がいる限り、闇の時代が栄えることはないでしょう。はは、歌方の夢物語ですな。あなた方には渡せません。さあ、自分の住む闇の世界へ尻尾を巻いてお帰りなさい。残念ですね。非常に残念だ。こんなことはしたくはない。さあ、さあ、you
ル・クリスティンですね。信じられない。神よ、今勇者は私の前に現れてくれました。言ってたアドルか。何が伝説の勇者だ。たくアドル、誰のせいでもない。自分を責めてはいかんよ。僕はジェノクレス、お前は引き続いてイースの書を探すのだ。私はダルク・ファクト様にご報告に伺う。は、アドルとやらはどういたしましょう。気にするほどのものとも思えんが、お前に任せる。は、おかん、は、お考えのままに。僕は君の言っていた勇者にはなれそうにないよ。そんなところで何をやってる。あなたはふぬけに名乗る名はない。僕のことならほっといてください。僕は伝説の勇者じゃなかった。僕はサラを守れなかった。あ、いつサラが守ってくれと頼んだ。サラはお前を信じた。だがそれはエステリアの平和を信じたのだ。アドル、お前はサラに言ったそうだな。自分の意志でエステリアの謎に挑んでみると。ならばその言葉に従え。それができないのなら負け犬だ。敵に負けるよりも前に自分に負けた大バカ者だ。尻尾を巻いて逃げ去るんだな。悲しさに逃げるのは簡単だ。大切なのは今やらなければならないことがどれだけ見えるかということだ。サラはお前にならそれが分かると信じたのだ。改めて聞く。サラに言った言葉に偽りはないか。はい。サラから預かったものだ。イースの書の一つ、トバの書だ。もしものことがあったらお前に渡してくれと頼まれていた。トバの書。この時を待っていたぞ。イースの書は渡してもらおう。何者だ。そこの小僧がアドルか。行きがけの打賃だ。イースの書ともどもお前の命ももらい受けよう。お前がサラを勇者などと。さぞや重荷だろう。安心しろ。私が今その重荷から解放してやる。お前の死をもって。どうした。伝説の勇者とはたかがそんなものか。バカめが、魔法使いが。いやあ、消えた。アドル、後ろだ。負けないものよの。アドル。無駄よ無駄。さて、伝説の勇者様にも最後を迎えていただく。
ゴーバン、ただの盗賊だ。アドル、また会おう。盗賊？どうした？アドル？いや、スラフ。人間は苦しい時こそ明るく振る舞いたいものじゃ。それが明日への活力にもなる。サラ、もう迷わないよ。僕は今の自分にできることを精一杯やってみるよ。レア、君はレアじゃよ。ほれ、教会に住まわせてもらっている避難民の子の一人じゃ。サラとは仲が良かった。水晶玉が、水晶玉が何か言ってる。え、何？廃校、廃校を示してる。廃校？ラスティン廃校だ。イースの書、トバの書。イースは二人の女神と六人の神官によって治められた。女神は我々の生きがいであり、このイースの象徴でもある。魔物の手に落ちたサラ、そしてその啓示を受け継ぐかのように現れた少女レア。水晶玉の示す先に一体何が待ち受けているというのか。アドルに悲しみに暮れる時間はない。